こんにちは、アイザエミリです。本日はいつも応援してくださる皆様にご報告があって動画を撮っております。私には大切な家族ができました。かわいいかわいい女の子です。突然のご報告で驚かせてしまったり、またいつも応援してくださってる方にご報告が遅くなってしまい、大変申し訳なく思っております。なかなか勇気が持てずにお伝えするのが遅くなってしまったんですけど、自分の言葉で皆様にお話ししたいと思い、今日は動画を撮っております。去年ですね、本当に可愛くて可愛くて天使のような女の子が私の元に来てくれました。今思い返しても全然これなんかちゃんと話そうと思ったんですけどあ、ごめんなさい。今思い返しても10ヶ月こう自分のお腹の中にいてくれて、初めて会えた時もそうですし、それから毎日毎日いろんな顔を見せてくれて、本当に可愛くて私を選んできてくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいです。妊娠中は大変な不安なこともありましたし、お仕事もありましたし、無事に出産できるかわからなかったので、まずはその大切な命をしっかり大切に育てていきたいなと思っておりました。とはいえ、やっぱり私の人生、東京来てからですけど、人生のほとんどが仕事だった。それはすごく幸せでしたし、仕事の中に自分の人生があったような日々を過ごしていたので、正直思うように仕事ができなかったり、気持ちの面で不安定になってしまったり、葛藤という日々が続きました。そういった状況の中で、私自身 SNS を通じてお仕事をさせていただいているので、こうどう発信すべきか、何が正解なのか、もう常に自問自答している毎日でした。ただやっぱり私の人生、今までは自分の人生だったんですけど、娘というものが誕生してから、娘が私の大切なことの一つであり、守りたいものであったので、こうちゃんと自分の中でお伝えできる日っていうのが来たらお話ししたいなと思っておりました。もしかしたらこのまま公表せずに生きていくのも幸せなのかもしれないと思う日々もありましたし、ただこうやっぱり大きくなるにつれて、出かける時や周りの方のサポートが必要になっていくにつれて、このままでいいのかなと悩む日が増えていきました。それと同時に、今まで気づかなかった世界ですね、こう人の優しさだったり、そういったことにたくさん触れて、自分自身の考えも少しずつ変わっていくようになりました。その中で私は娘を大切に育てていかなければいけないですし、仕事で関わってくださった方、今まで一緒に頑張ってきてくれた方への責任もあるので、子供と一緒にずっといたいなと思う気持ちもあるんですけど、やっぱりお仕事も好きな自分も本当なので、お仕事も一生懸命頑張っていきたいなと思いました。いろいろな考えだったり意見があることももちろん分かってますし、
私の選択が皆さんに当てはまるとも思ってませんし、本当に幸せっていうのは人それぞれ自分が決めることだと思うんですけど、自分のことは何を言われても自分が選んだ道なので、本当に何を言われても道に選んだ気があるので受け入れられるんですけど、やっぱり娘のことを見ると不安で勇気がなくて、なかなか公表できずにいました。正直この動画撮るのも数ヶ月間悩みましたし、今も不安なんですけど、私の大切なこと、居場所、そこにはかけがえのない娘という存在がいるので、強く生きていきたいなと思っております。少しちょっと硬い動画になってしまったかもしれないですし、突然のことで驚かせてしまったかもしれないんですけど、今後も変わらず日々努力して成長していきたいと思いますので、まあ、YouTube を通して私を知ってくださった方もそうですし、 YouTube を見て応援してくださってる方もいらっしゃると思いますし、共に皆さんいろいろあると思いますが、頑張っていけたらなと思っております。やっぱり妊娠、出産というものを経験して、考え方っていうのは本当にすごく変化して、例えばそれは世の中に対してもそうですし、仕事に対しての取り組み方だったり、人に対しての考え方、この先の自分の人生だったり、そういったことっていうのが今まで見てた同じ景色でも本当に変わってしまって、それがやっぱりこう自分の中でもついていけないかったり、特にお仕事の面では今まで 150% のパワーでお仕事取り組めてた自分が好きでしたし、そういったことが気持ちの面でも頑張りたいのに頑張れなくなってしまったり、そんな頑張れない自分が嫌になってしまったり、時間的にも今までは自分とお仕事にフルパワーで使えてて、ただやっぱり娘を見ると24時間ずっと付きっきりで一緒にいたいって思ってしまうので、仕事に行く時も心を鬼にしながら離れたり、ただ離れることでこう会えた時の喜びだったり幸せが増えたり、本当に何がいいかわからない中で生きてるといった感じです。世の中のママ、世界中のママ、もう本当に尊敬してます。私の両親にも本当の意味で初めて感謝の気持ちが生まれましたし、世の中のママってすごいなって毎日思ってます。私はまだまだここから母親にちょっとずつなっていけるように、先輩ママさんのお話だったり強さだったり、そういったことを聞きながら頑張って私も後を追っていきたいと思います。妊娠中のことだったり出産のことっていうのは本当に振り返るだけで泣けますね。泣けますねっていうか一言で終わってしまうんですけど、言葉が見つからないというか、どんな時もこう妹にずっと一緒にいたので一生忘れないですね。不思議ですね神秘的でした。ちょっとやっとお話ができて安心してる気持ちと、正直不安な気持ちと両方あるんですけど、自分で決めた人生ですし、今とても幸せですし、小さな幸せを大切にしながら前を向いて生きていきたいと思います。緊張しましたね娘ちゃんのことに関しては、まあ、SNS もそうですし、まあ、YouTube も含めてどういう風に発信していくのかだったりとかっていうのもまだあんまりこう考えてないんですけど、本当に
私の守りたい大切な存在なので、一番はそこを考えながら、ただやっぱりこう SNS を通じてお仕事させていただいているので、ちょっと考えながら進めていきたいなと思っております。どうかいろいろな意見だったりあると思うんですけど、温かく見守っていただけたら幸いです。でも私ね、やっぱり妊娠中もそうでしたけど、 YouTube を通じていろいろな方の葛藤だったり、それこそ出産準備した方がいいこととか、そういったことを YouTube で見たり、すごく気持ちが明るくなってた部分も多かったので、改めていい使い方、 SNS ができたら私みたいにこう救われる人もいると思いますし、改めてこう自分の SNS の使い方も考えたいなと思っております。ちょっと短い動画にはなるんですけど、本日は等身大の今の私ですね、ありのままの自分ですけどお話しさせていただきました。本当、世の中に天使っているんだなって思いました。本当に可愛くて、なんであんなに可愛いんでしょうね。このように誕生してるだけですごいことじゃんっていろんな人に幸せを与えて誕生してるわけだから、それだけで自分ってすごいじゃんと思いましたねはい、なので今回は私のご報告動画ということで、最後までご視聴ありがとうございました。本当にいろんな世の中のことに対してもっともっと学んでいかなきゃだったり、自分の中でこう勉強していきたいなと思うことが増えたので、そういったことはせっかくこう発信する立場でもありますし、 YouTube もやってるので、今までのこう見てもらって元気になるような動画はもちろんそうですけど、私自身学びたいことだったり、見てくださってる視聴者の方にもプラスになるような、ためになるようなコンテンツだったり、そういった企画も考えてますので、今後ともぜひよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。